こんにちは、フォンチーです。前回インスタグラムと YouTube のコミュニティで質問を募集させていただいて答えるっていうのをやってるんですけど、前回は MER の主にメンバーの皆さんについてちょっとお話しさせていただいたのですが、後半で、メンバーの皆さん以外の撮影の面白話とか楽しかったこととか裏話をお話しできたらいいなと思ってます。撮影で一番楽しかったこと、面白話。映画の撮影で地方に行った時にみんなで行ったアドベンチャーワールド、これ楽しかったですね。なんでかって、レンドラーの時って約5ヶ月間撮影してたんですけど、みんなでご飯すらも行ってないし、数人でなんか集まるもなかったし、どっか遊びに行くも何もなかったんですよ。5ヶ月間コロナ禍だったので、終わった後の打ち上げもできなかったんですね。こんなに楽しいメンバーの皆さんとご一緒できたのに、そういうのないの残念だねっていうみんなで言うぐらいだったん で、その時はまだ、ね、続編とかもあるって分かってなかったので、スペシャルドラマと映画とかも。で、映画の撮影が比較的前半が結構ゆっくりだったんですよ。みんなで出発して東京を、で向こうにお昼ぐらいに着いて、撮影が夜ぐらいからってなったんですね。しかも結構まあまあ遅めの時間帯で、でこの時間どうするって話になった時に、せっかくだからなんか名所行こうよって話になって、まずみんなで近くの足湯に行ったんですよ。海鮮物食べて、でアドベンチャーワールド行ったんですよね。でそれがすごい楽しくて、ジェシー君が映画からの参加だったんですよ。で、本当にまだ撮影もしてなくて、リハーサルはやったものの、まだ情報解禁前だったんで、ジェシー君が出るっていうのは、派手めな格好で来ないでねって、地味な格好でみんなで行こうって言って、したらジェシー君だけ真っ黄色なセットアップで来たんですよ。で、しかも、良平さんもいる、ポーちゃんもいる、で、カクさんとサノッチだけ、そのシーンにいなかったので、そもそもいなかったんですけど、良平さん、ポー、コテさん、私、ナナオさん、で、ジェシー君で行ったんですよ。なんとか頑張って変装したにしても、背高い人たちばっかりなんで、もうオーラが出てるんですよ。それだけでバレるのに、ジェシー君が、なんか、黄色と黒の派手なセットアップで来たから、もう、もろわかりなんですよ。ジェシーって感じで。で、そのメンバーで行くんで、やっぱり、アドベンチャーワールドなんか、ちょっと歩くだけで、みんな、あれ、もしかして、ジェシーじゃないみたいな声が聞こえてくるんですよ。で、最終的には、園内、もう、バレバレで、どこに行くにも、MER メンバーが来たみたいになって、すごい大変だったんですけど、でも最初にバレた一番の原因は、ジェシー君だと思います。派手な格好でいるんで。裏話はいっぱいあるんですけど、レンドラの時に、あれは9話ですね、大使館のシーン、二酸化炭素中毒になったっていう、前話全般的に酸素ボンベを背負ってることが多いんですけど、15キロとかを背負ってるんですよ、ああ見えて。15キロを背負って走ってるんで、まあ過酷なことしてたなって今でも思うんですけど、その中でも酸素ボンベってめちゃめちゃ重くて、実際中身本当に入ってる、実際の現場でも使われてる本物を貸していただいてるんですよ。大使館の駐車場を行ったり来たりするシーンあったじゃないですか。酸欠になりそうなぐらい走ったんです、何回も何回も。初めて背負ってる酸素をみんなで吸ったんですよ。それで酸素ボンベが若干軽くなって、その後の撮影が若干楽になったっていう裏話があるんですけど、もう結構それでね、初めて吸ってすんごい楽になるんですよね、酸素吸うと。そんでまた頑張れて、また行って、また戻ってきて、またきつくなって酸素吸ってっていうのをみんなでやったりとかしてて、患者さんに使う酸素としてお話の中では背負ってるんですけど、実際は自分たちに使ってました、酸素ボンベ。本物使わせていただいてるんでね。苦戦したところ、オペですかね。MER は基本、爆発した現場に駆けつけるっていう、オール外ロケなんですよ。で、オペの時だけ、まあ、スタジオで撮ってるんですけど、なので、まあ、とにかくいつも天気に苦戦する。最初の頃とか、雨にめちゃめちゃ苦戦したんですよ。
それこそ雨待ちで 2,3 時間待ったりとか、待った挙句撮れなかった、じゃあ帰りましょうが、都内でもありましたし、地方でもあったんですよ。もうただただ地方に行って、美味しい地方の名物だけを食べて帰ってた日とかもあって、最初の頃は本当に天気との戦いでした。横浜で美味しいものを食べましたかっていうコメント。横浜で美味しいものは食べてません。横浜が舞台だったんですね、映画が。後半急ピッチで結構撮ってるんで、ゆっくりご飯食べれなくて、私の幼馴染が横浜でベトナム料理屋をやってるんですね。でそれでたまたまこう早く終わった日があったんですよ。そのベトナム料理食べに行こうよって話で行ってたんですけど、本当はねベトナム料理行く予定でした。でも行けなかったっていうので、横浜といえばね、中華、みんなで中華街行きたいなって言ってたんですけど、それもなかなか行けずで、やっぱ特に何も食べてないんです。次、セリフをどう覚えていますかっていうのを YouTube のコミュニティ文でいただいたんですね。セリフ、事前にそれぞれのキャラクター一人ずつ家族構成とかどういう人生を歩んできたかっていうざっくりしたポイントは実際に脚本家さんからいただいてたんですね。それにプラス自分でなんとなくバックボーンを決めてたんですけど、まあずっと向こうにいるんで片言だなんですよね、在日なわけじゃないので。まあとはいえ私は生まれも育ちも日本なので、こうやって普通に日本語喋れるんですよ。片言の役のお手本が私の近くにいて、それが私の母なんですね。本当に片言なんですよ。日本語も喋れる、でも日本語も片言で、ベトナム語は普通に喋れるっていう、本当みんちゃんと同じような境遇なので、これはお母さんにセリフを喋ってもらって、それを私がボイスメモで録音して、それを真似するのが一番早いって思ったので、私のみんちゃんの片言のお手本は私の母です全部連ドラからスペシャルドラマ、映画、みんちゃんの片言は全部お母さんを参考にさせてもらってます。ちょっとお母さんって思ったのが、お母さんも上達していくんですね。で後半全然片言になってなくて、普通にお母さん日本語喋ってるってなったんで、MER から知ってくださった方がすっごい多くて、私自身が片言なのかなって思ってた方が多いみたいなんですよ。プライベートではもう全然こんな感じで、あれはみんちゃんだから片言にしてるっていう感じで、質問いただいてないものなんですけど、 MER メンバーの中で有名になってる方がいまして、室友樹くんって子なんですけど、ともきくんはその TikTok とか YouTuber もやられてるかな、 Instagram とかやられてる方なんですけど、 MER ですごくファンでいてくださってるのかな、多分あれは本当に MER の衣装全部購入して全部揃えて完璧な状態で、 MER の有名なシーンやセリフを自分なりの多分台本を作ってるのかな、あれは室くんが。それ最初に言ったら七尾さんかな、 MER のグループがあるんですけど、そこで七尾さんがめっちゃ面白いの見つけたって言ってて、いろいろやられてるんですよ。それがすっごい面白くて、いろんな人を伝ってメンバーに届いたりするし、ちゃんと見てくださってる方々にこんなに伝わってるんだったら本当頑張ってきてよかったなって思いますし、見てます。メンバー全員に届いてるので、これからも MER を愛してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします、ブロックそして最後、やってよかったことありますかっていう質問なんですけど、これね、私ねすごい思ったことが一つあります。家の近く近所にコンビニに行こうとした時があったんですね。でそしたら道端で倒れてる人がいたんです。おじいちゃんかな、駆け寄ったらおじいちゃんちょっと血流してたんですよ。聞いてみたら道端で倒れちゃって、で擦り傷とかこう擦りむいたりとか、頭も打っちゃったみたいで、ちょっと頭も痛いしぼーっとするしフラフラするって言ってたんですね。これはやばいと思って、でとりあえず救急車呼びながらも、救急車向かってる最中おじいちゃん対応したりするじゃないですか。私はあくまでこうドラマで役でしかやってなかったんですけど、心臓マッサージだったりとか、その傷病者の手当てだったりとかっていうのは、やっぱりドラマの前に医療リハーサルで勉強させてもらうので、それを焦らずに冷静におじいちゃんを対応できたのって、多分 MER をやってたからだろうなって思ったんですよね。でその後無事おじいちゃんを救急車に乗せることができて、
バトンタッチはできたんですけど、それはね、やっててよかったなって思ったことの一つです。自分がお芝居を始めてからこんなに反響が大きい作品は初めてですし、逆にこれに満足せずにもっといろんな作品にも出ていろんな役やって好きになってもらえたら嬉しいなと思います。ということで、皆さんからいただいた質問に答えてみました。 NER の裏話などなど編でした。ありがとうございました。まだまだ質問に答えるの続きます。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。